こんにちは、かくすけです。マジカルバケーション続きをやっていきます。コンティニューで、バソリも、あ、新しい村に来たんでしたね。この感じ好きだな。どうも、我々はブラウニーに掘り出された石ころ。ブラウニーさんたちはキスニカ鉱山にいます。ほうほうほう、ブラウニーさんっていう人がいるんだな。そこで石を掘ったり、グースか寝てらりしてるのです。かわいいなぁ、石なんだ。最強のエニグマはこの前死んだらしいぷ。エニグマを殺せるのはエニグマだけらしいぷ。あー、それが最強のエニグマがいい人だったのかな。ドラゴン橋の、ドラゴン橋への道しるべ、起こせば、起こせ橋があるのみ。ドラゴンは死への道しるべかな。起こせば死があるのみ。あ、そういうことね。死ぬのみ、死ぬのみ。あ、なるほどね。ドラゴン起こしたら死んじゃうよっていう話ね。ほう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 。周りから探索していきましょう。お、これはクロックじゃないか。見逃さなかった、危なかった。こんにちは、私はイニシエの精霊クロック、アルティ銀河をご存知かな。あれは我らがまだ若かった頃、ベナコン茶の民が作ったもの。うん、9枚アルティか。オッケー。どこだっけ今。バソリもバソリモで、アルティだっけ。もう一回ごめん、アルティね、アルティ。クロックがアルティを9枚、オッケー。無理、持っておられぬか。踏む。ごめん、これは開けられないよね。あ、違う、クロックじゃない、ごめん、何回も呼んでごめんね、仲間にもならないのに。こっち側は、あ、これはシールじゃないか。刃か。これはぜひともシードルかカシスだな。はい、何でしょうか。いいかな。何でしょうか。あ、ファイヤーボムとかいろいろ。あー、これはね、ライトだけは欲しいんだけどな。よし、左側から見ていこうと思ったけど、この子から。キスニカ鉱山の奥にはドラゴンが眠っているぷ。えれえ強いと言われてるけど、誰も起こしたりしないかな。本当のことはわからないぷ。かわいい。死は安らぎ、わかるぷ。うん、そう、死は力に満ちてるぷ。はぁ、哲学だな。闇のプレーンは闇という幻の中にあるぷ。物質プレーンが物質という幻の中にあるように、ただ死のプレーンだけが幻ではない本物ぷ。死のプレーンっていうものがあるみたいだもんね。毒がいるぞ。キスニカ鉱山への抜け道はこの村にあるんです。ぷぷぷ。昔は旅人にも自由に通ってもらっていたのですが、近頃はダメなんですぷ。あ、なんで？キスニカ鉱山、鉱山？ブー、こんにちは。シビナの尻尾が大好きなんざんす。20個。あ、ちょっと待ってね、そこで買ってくる。そこで買ってくるから、ちょっと待ってて。こっちじゃなくて、どうも、尻尾、シビナ、あ、こっちじゃなかった。買いに来たよ。シビナの尻尾大量に。もう次回50個くださいって言われるでしょう、絶対。はい。もう70にしとこう。ドクナもね、もう。あ、マヒナだな。マヒナだな、確か。
あれ、まあやめとこ。ドクナは欲しいって言われたことない気がする。ガルにマヒナって言われるんだよね。はい、持ってきたよ。こんにちは。うん、はい。まあこれはどうもありがとうざんす。あなた結構生かしてるざんす。いいえ、ありがとう。毒はね、美に強い。物質も幻、時間も幻、世界は幻でできてるぷ。それが信じられないのはみんな幻だからぷ。ああ、幻自体はね、自分が幻ってわかんないもんね。ぷは宇宙船のぷ、宇宙船のぷ。宇宙船って何？宇宙船。石にも木にも水にも魂があるぷ。魂がある人はぷとかいう人たち。魂がある人はぷって言わないといけないんだね。この子たち魂があるんだね。さっき犬の人の立派な人2世がいたぷ。犬の人、立派な人は特別な存在ぷ。昔お汗になったぷ。ん？犬の人がいるのか。死は安らぎ、わかるぷ？いいえ、物質の人はそう言うぷ。あ、私は幻じゃなくて物質なのか。幻？ん？よくわかんなくなってきたぞ。メースがいるかな、犬の人ってことは。物質界は1000年ほど前にブラウニーが作った。おー、物質界、そう、たった1000年前？そんなわけないでしょ。物質プレイにはもっと古い遺跡もあるのよ。はっはっはっは、このバカチンガー、サトランかい。ブルーベリーの反応が見たかったな。エシャロット様の脳みそは悟りきっているのです。あなたもエシャロット様にお言葉をいただいて、もっと悟った風になりなさい。あ、ここの人がエシャロットさんかな。あ、ブラウニーさんじゃないこの人。ブラウニーブラウンっていう会社のゲームなんですけど、この人みたいな感じのおじいちゃんが、横顔が乗ってたような気がするな。もっと悟った風に振る舞いなさい。いずれ悟ります。あ、いずれ悟るなら私はゆっくりでいいかな。ブラウニーの長老、長老エシャロット。あ、長老エシャロットか。わしはエシャロット、かなり悟っている。エニグマと融合するとどうなるか知りたいか。うん。エニグマと融合しても自分の意志が消えるわけではない。ただエニグマと同じ波長の思いが強調されるだけのこと。自分でなくなるわけではない。しかしエニグマとの間で強調された思いからは思わぬ力が生み出される。多くの者はその力に溺れ、ゆくゆくは自分からエニグマに体を明け渡すのじゃ。つまりエニグマは自分なの？自分の中の悪の思いがエニグマなの？それは改めて言うことではない。この世界に自分ではないものは存在しない。エニグマはあなた自身だ。草も木もあなた自身だ。私もあなたの思いがあるからこそあなたの目の前にいる。どうすればエニグマをやっつけられますの？誰かが意識するところにエニグマはいる。誰も意識しなければエニグマはいなくなる。やっつける必要などない。エニグマには目的があるのか？何のために生まれたんだ？エニグマが生まれたのにはあなたと同じ理由がある。あなたがその目的を知らぬように、エニグマもその目的を知らぬ。じゃあ質問を変えるよ。私は何のため生まれたんだと思う？お主がお主であるために。エニグマって怖い？どこまで持ってくる？あなたが望む通りにエニグマは行動する。恐れれば迫ってくる。その時エニグマは恐怖。恐怖はあなた自身が作る。エニグマに怯えて逃げ回ってるよりもエニグマに融合された方がいいような気がするっぴ。エニグマは追えば来ぬ。あー、逃げなければ来ないんだ。へえ、もう一回出てくるかな。あ、いえ。わしは悟っておるからの。
悟った風なことを言う。お主も悟った風になりたいならば、わしの話を聞くがよい。うん、もう大丈夫。聞いた聞いた。うん、ここ開くんだ。本当に悟った人は悟った風なことを言わない。自分のことを悟った風な人だという人こそ、まさに悟った人ではないだろうか。うん、まさにエシャロットさんってことね。テスラちゃん、どうも。ヘリオン金貨7枚、オーケー。ビカビカビカ、カンチャ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 。いいえ。よしよし、レモンちゃんのために。どんどん仲良くなっていこう。他は特にありませんね。うん、大丈夫ですね。うん。ふう。ああ、美味しい。こっち側行こうかな。僕ら石のままプとか言って。プとか言って？続きがないな。ん？こっちは？あ、宿屋かな？チュン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 。宿屋さんっぽい。宿屋じゃ、です。泊まっていけです。ただでええぞ、です。プじゃないな。うん。じゃあ、おやすみなさい。え、ただでいいんだ。ありがとうございます。ふんふん。でん。うんふ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 ん。それでは、また。かわいいな、このメンバー。改めて見てもね。うん、かわいい子たちが揃ってる。ハーレム、ハーレム。違う。あ、シールがある。毒のシール。毒、これはシードルだな。うん。石にも木にも水にも魂があるプ。魂がある人たちはプとかいう人たち。あ、物質とは違うんだっけ。エニグマの森にはキスニカ鉱山があって、そこではいろんな宝石が取れるんですぷ。うん。エニグマも森から行くのか。じゃあこっち側じゃないっていうこと？エニグマの森の方に戻るしかない。あ、エニグマの森確かにね、行ったことのない場所があったんだよね。よう、これからどうするんだい？矢探しだ。うん。おお、おめえら、てめえら何やってんでい。39秒を見つけたわ。うふふ。ブルーベリーいつも少ないんだよな。乗る。乗っていけるとこがあるとか？上じゃん。上か、上か。上に行けばいいんだな。ふん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 。松ぼっくりはいいかな。お、尻尾がある。マヒナの尻尾、ありがとう。乗る。下の方、お、やったねー。ついでに松ぼっくりも拾っていこう。レッツテレポテーション。こんなところにいるなんて珍しいね。はい、松ぼっくり5個ね。はい、いくらでもあるよ。オッケー、登録できたよ。ヘリオン金庫、金貨。ヘリオン、あ、もうあげたか。カエル組赤を2個入手。うん、そこの洞窟っぽいところに行きましょうか。ショコラを助けにね。あ、ショコラいたいた。終わったら元通りにしてやるべさ。ちょっとだけ我慢してくんろ。あ、この、まったく、ショコラを離しなさい。追って飽きたべさ。逃げるべさ。待ちなさい、こら。追いかけろ。うわお、なんと熱そうなところが。あ、ちょっと待って、モンスター図鑑みたいになった。なんでもファイルの溶岩レイドとか見たでしょ。ワポル、うん、鳥好きの。あ、これクムヤムト砂漠か。もう分かってなかった。小さくて重いフグ、重い体での体当たりやしびれるので要注意。
あ、もう分かんなくなってきたな。ベルゼブーか。毒を持った大きめのハエ。素早さを下げる毒を持つ。見かけによらず魔法も得意。あ、魔法得意なんですね。あとはヨーデルラット。魔法が使える小さなネズミ。魔法使えるんだ。鮮やかな色をした尻尾で有名である。ああ、美の子だったんだね。リーベジーン。空中を泳ぐことのできる不思議なトドの子供。精神力が高い。この形の子はね、みんな精神力が高いから。土色マッシュ、コカトリス、ココンね。いや、この子は見覚えが。あ、もうどの子かわかんないな。うん。つぶらな瞳が印象的。ワンダーコーン。トウモロコシの矢の皮をかぶった謎の生物。つぶつぶがあるかは謎。ワンダーコーンなのにね。あ、苔団子いたな。苔が生えた団子状の生物。マリモという噂もあるが、真相は誰も知らない。苔団子か。ジャンジャンブル。自家製モーニングスターで攻撃する小さな生物。でも基本は体当たり。使わないのか。メイプルーン。美しい木の魔法使い。魔法のみで攻撃してくる。うん。やや病弱らしい。そんな感じするね。テイパール。自家製の切れ味の鋭い斧で攻撃してくるモンスター。トゲパンツには豊富な水が。水でたっぷりなんだね。もう自家製が結構多くなってきたね。自分で武器作っていかんとやっていけんちゃろうね。あとはいいかな。フェンネルね。ドードを食べる凶暴な獣。鋭い爪で素早い攻撃を仕掛けてくるので要注意。フェンネルは倒したくなかったな。バダブーンだ。自称森の王者。スタミナ満点な猿。くしゃみが止まらない。あ、猿だったの。トドかと思ってた。ザフロピーク。ピフカブープークの亜種。育ちが悪く、立ちが悪い。魔法があまり効かない。あ、そうだったんだね。アラクネイラ。ネイラ族の変種。強い仲間と一緒に現れる卑怯なエニグマ。あ、そうですっけ。結構一匹で見たけどな。ラドハスネル。ラドハスネルは普通に見てたな。ちょっと左側のこのトーストが気になるんだけども届かない。マグマを消せたりするのかと思ったけど、ああ、そっか、今セサミいないんだ。うわ、強そうなのがいっぱい出たな。レベル上げしないとやばいぞ。草虫に弱いだけで火には弱いわけじゃない。クルミンコいっちゃおうかな。で、あ、ガルの子がいったな。今他の力で普通に攻撃しようかな。あ、バズ。よし、こっちにして、コールウィッスして、レモンちゃんはもう魔法結構強い、多いな。ガルとバズでしょ。ゴールハミング、魂のレクイエム、ノクターンぐらいなら普通に行っていいでしょう。ブルーベリーちゃんは、ブルーベリーちゃん水だからといって火に強いわけではなかったはず。残念ながらね。アシッドスコール行っちゃっていいか。クルミンコ。初めて戦うこのね、攻撃モーションちょっと見たいところ。丁寧に見ていきましょう。噛みつき。わあ、35削ってもその程度か。あ、火を呼んだな。コールウィッシュ、フラッシャー。強い。魂のノクターン。眠れ。よし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 。蝶々。あ、そっか、バズか、この子は。イエーイ。攻撃力ダウン。アシッドスコール。あ、起こしちゃうかな。よし、寝てる。まずいぞ。ピスタチオ回復だ。回復してあげて。カエル組が全然ない。そうだ、いろいろ集めないといけなかったんだ。やばいぞ。サイの力ぐらいやらないと。あ、ダブルサイの力ぐらいやらないとな。これはガルはダメだから、あ、そうか、鷹の力にしとこう。じゃあペシュちゃんはアランシアをちょっと回復してあげようかな。
ンちゃんは、ライトニング、アランシアは魂の木炭で眠らせたい、ブルーベリーはアセットスコール、アクアグラッセ、横一列だもんね。ジットスコールにしとこう。やばいな、カエルグミ買ってこようかな一回。この戦いで勝ったらね、勝てるかな。そう、ピンチな気がする。ライトニング、倒しに行くターン。よしよしよし、結構削った。あー、眠った眠った、よかった。ジットスコールかけて、いいよ。ピスタチオはドングリンコを、松ぼっくりんこ、ピクッタイに松ぼっくり。ダメダメ、虫には弱いんだ。格付けは鷹の力で、ペッシュはもう一回コールウィッシュしようかな。天使のチャージ、回復率はアップ MP。 はぁ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 、全員の回復もいいね。レモンちゃんは変わらずライトニングかな。アランシアはノクターンを、魂のマーチもいいもんな。魂のマーチ使っとくか。レモンちゃんに、ブルーベリーちゃんはアシッドスコールを毎回かけていく。あ、マツボックリンクこんな感じなんだ。強い強いぞー、ピスタチオ。はい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 、これでレモンがちょっと強くなって、全体攻撃。まだ寝てる、素晴らしい。やるじゃないか、ピスタチオ。クルミンコ、ドングリンコにしとこうかな。ドングリンコ効かない、こっちにしとこう。格付けはサイの力でいい、これ。ペシュは、そんな食らってないもんな。キックしとこう。レモンちゃんはパチパチで、ラッシャーにし、いや、パチパチでいいか。ランシャーは魂のマーチじゃなくて、魂の木炭使って、ブルーベリーはアシッドスコール。いやー、きついなー、レベル上げしないとね、これは。あ、起きた。オッケー。まずいなー、これは。ねえねえ、宝箱の底の方にヘリオン金貨があったよ。お、いつの間にかアランシアがヘリオン金貨を1個も見つけてたらしい。ヘリオン金貨1個も獲得。いいな、アランシア金貨見つけてくれるのは嬉しい。やばいやばいやばい、くっくっ、はい、ワープ。まずいな、これはレベル上げないとやっていけないぞ。ワープ、バソリも、バソリも村に飛んで、強いなー、敵火に強いのは、火に強いのは、火に強いの何だったっけ。クロックは火に弱いんだよね。いや、クロックが強いのか。カフェオレ、カフェオレ連れてこないとダメなのかな。まあでもこのメンバー行くって決めたから、まあゆったりこのメンバーでやっていこう。レベル上げつつね。チェッ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 。それではまた。アイテム買っていこうね、カエル組。なんでしょうか。もう青が基本でいい気がするんだよね。36個。これでいいと思う。いいかな。よし、頑張るぞみんな。シールってどうなってる？あ、シールつきっぱなしでもないな。前にいる子たちに、あ、なんだ？なんでシールがこんななくなってるんだ？もともとつけてなかった？そんなに。チュリチュン、チュンチュンチュン。
ちの方行ってちょっとずつレベル上げていきますよ。もうこまめにセーブしてないとね、いつ死ぬか やられるかわかんないよ。レベル上げレベル上げ頑張るぞ。あそこモンスターだからね、宝箱が元に戻ってたね。あーまたモンスター、わーおわーお困ったぞ。クルミンコ使っとこうかな。全部火だ。サイの力使って、うん、ペシュちゃんはコールウィッシュ、レモンはね、縦2つだもんな。あ、フラッシャーでやっていこう。アランシャは眠らせたいけど魂のマーチで、ここはねブルーベリーにしとく。ブルーベリーがアシッドスコールでね、いやアクアグラスでいいね、横一直線。うん、さあさあ、あもうこんな時間だ。この試合この戦いまでかな。あこのライオンさんがやっぱ強いもん、他のハイエナに比べて。よし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 、あ意外といけるかも。うん、ピスタチオはうーんそんなに頼りにしない感じで、サイの力、天使のエールでしょ。いやー、格付けしか食らってない。天使の微笑みにしとこう。レモンはフラッシャーで行って、魂のマーチは使わない。魂のノクターンで眠れたらいいな。眠らせられたらいいな。ブルーカスケードでいいかな。よしよしよし、魔法下がったぞ。よしよしよし。いや、硬い。硬いというか体力が多いな、あの人。いいよ。よしよし。押し倒した。なんだ、ヘリオンキンク発見。お、レベルアップだ。よかった。ねえねえ。あ、キャムティキンク。アランシは、アランシアは、敵のいる宝箱から見つけるのか。これは、もう毎回ね、敵がいても開ける私としてはね、バッチリですね。では、今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。